GNU マッハは GNU プロジェクトにより開発されているマイクロカーネルタイプのカーネル。マッハマイクロカーネルに由来する実装の一つであり、同プロジェクトが開発するオペレーティングシステム GNU ハードのマイクロカーネルとして使用されている。対応プラットフォームは IA-32GNU ゼネラルパブリックライセンスに基づくフリーソフトウェアとして公開されている。 GNU ハードの初期のバージョンはカーネギーメロン大学のマッハ3.0上に行われていた。1994年、同大学はマッハプロジェクトを終了。GNU プロジェクトもユタ大学のマッハ4へと移行した。その後ユタ大学での開発も終了したため、マッハ4からさらに派生する形で、